井上京子、長谷川早紀江が登場です。ベトナム戦3戦目。さあ、青コーナーが休む暇がありません。同じく60分1本勝負、レフィーが60分1本勝負を行われます。さあ、ゴングタッグリーグザベスト94。さあ、ミスモエ戦、3つ目の試合は、先ほどアジャからコールを奪いました青コーナーは豊田真奈美、井上貴美、そして赤コーナーは井上京子、長谷川早紀江組です。いや、なんといっても連勝しないといけないというルールですからね。豊田真奈美の方が、ね、これに有利になったでしょうね。そうですね、勢いに乗ってますからね。しかしこの後楽園ホールのお客さん、いろんな試合見ると本当に今日は嬉しいんじゃないですか。バリエーションが楽しめております。贅沢といえば贅沢ですね。そうですね。さあ、飛び続けの DDT、 京子が高子に観光。さあ、京子高子は2人でタッグの世界、そうですよね、イベント持ってるんですけども、お互いで、ね、当たるときにみたいな DDT 合戦みたいなね、はい、あの意地を張り合うっていうのは番組でよく やってますよね。はい、あるときにはやはりそういったタッグチームを組んでいながら、またこうやって敵として戦う場合、やはりどういった思いがあるんでしょうかね。チームらしいチームっていうのがあるので、組むときは組んでうまくいくし、戦うときは戦ってもいいしっていう。なるほど、そういう人たちいますよね。そうですか。さあ、リング上は高子が長谷川に捕まっております。さあ、首筋めがけて脳天でしょうか、拳を振り下ろしてきます長谷川です。さあ、リング中央ではまたもや DDT でしょうか、ちょっと体勢不十分だったんでしょうか。しかし高子がなかなか起き上がれない。さあ、長谷川が首筋にまたもや拳を打ちつけてまいります。さあ、リング上は長谷川と井上高子。さあ、今度は肘です。おっと、ここで怒って高子がお返しの DDT、 そして青コーナー、トヨタヘッドスイッチです。この表情、長谷川と叫んで何を飛び出すのか。あっと、返してフライングネックブリーカートラップ。ロープに走ってスピード速いですね。そうですね、この長谷川選手は先ほどから全然スピードが落ちてませんね。そうみたいですね。あっと、トップロープに飛び出してフリーカーがボディアバック。さあ、そしてまだまだ DDT。 さあ、この試合 DDT が多く使われてますが、さあ、殴ったのは長谷川、空振り、そしてこれですね、ローリングクロードル、今日初めて出ましたね。そうですね、今日初登場。これを食らった選手っていうのは、やはりどうなんでしょう、平行感覚がつかめなくなるんですか。そういうもんですか。なんかわけわからなくなって、あっという間に、わからないうちに3つ入ってるというか、わからないうちに待ってて、うん、まだ終わるかなと思って分かる頃になって、まだ終わらなくて。なるほど。さあ、ツームストーンパイルドライバーの体勢から、これも今日初めてですよね。そうですね、うん、さあ、側頭部を蹴っておりますね。さあ、そしていよいよツームストーンパイルドライバー。さあ、キャンバスにめり込んだ。カウントは 2.5 でしょうか。危なかった。さあ、 STF か。さあ、 STF ステップオーバーとホールド無事フェイスロック。高子が長谷川へ参考しております。三田選手、この技の決まり具合どうでしょうか。もうすごい綺麗だと思いますけど。なるほど、うん、ちょっと、あ、ここで滑ってきましたが、いや、ここでまたもやバッチリとフックしております。だんだん長丁場になってきたから、はい、そういう技の方が結構便利っていうかね。なるほど、はい、もうタカコって結構そういう足攻めからそういう関節とかを、好きですよね、やりますよね。結構あれですよね。そうですか。そうですね、先ほどから膝十字、そして今回の STF と打撃系だけじゃなくて、これそうですね、すごい高くっぽいんですよ。これなんか、コニカらしい攻めですか。なるほど。さあ、ロープに固定しての踏みつけ、客にもアピール。さあ、苦悶の表情、長谷川です。さあ、高子が長谷川をロープへ振って、さあ、何が出るか。ちょっと待ったところにフロントライドキック、そしてフェイスクラッシャー、飛びついてのフェイスクラッシャー。あれかっこいいんですよね。なるほど、スピードありましたね、今の長谷川。さあ、そして強度が出て、さあ、馬跳びから
おっと、これは喉落とし。これ先ほども京子が出したような技じゃなかったですか。まあやるんじゃないですか、うん、さあトヨタがセカンドロープに飛び乗って、そしてミサイルキック。さあ京子が左膝を押さえる、ちょっと衝撃が走ったんでしょうか。さあトヨタが今度は反対側のコーナートップロープを伺います。さあ京子が立ち上がるの待ってるんでしょうか。さあ、あっとここで滑った、それは惜しい。さあ滑って京子がチャンスと、タイミングが合わなかったっていうか、なるほど、待ちすぎたんです、様子を見すぎたんですかね、さあダブルでロープを振って、さあフロントキックからダブルの DDT。 さあトヨタこれは強烈。さあ長谷川がアピール。さあ5分結果、これも一つのパフォーマンス、長谷川らしいところです。ロコモーションダブルアームですね、はい。さあ2連発3連発ロコモーションダブルアームスープレックス4連発。さあ何発続くんでしょうか。さあ1回止めて、いやまだ続きますね。これは長谷川もかなり体力消耗するんじゃないですか。カウントが、カウントは 2.5 でしょうか。さあ長谷川しかしスタミナありますね。そうですね、さあ左足引きずりながら強子が出てきました。でもこの強子長谷川組の方はこまめにタッチしてますね、はい、そうですね。さあ振り向かず後ろ向きへの、ラリアットはかわされました。さあここで高子とトヨタが2人がかりで強子を起こしてロープへ振る。さあ、あと張り手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 、あとここはあとやはり芝あたりがちょっといつもよりコスが少ないですか。あとここで